天然の石橋スモリアン州は、ブルガリア中南部に位置する州、ロドピ山脈の中にあり、南でギリシャと国境を接する。ポマクの人口が多いことで知られ、2001年の調査によると、州の総人口14万66人のうち5万8758人が、イスラム4万1599人が、正教会の信者である。州の経済の基となっているのは、 観光、工業、林業、機械工業、畜産業である。州の主な農産物はジャガイモで、ブルガリア全体のジャガイモ生産の3割程度を占める。他にはライ麦、大麦なども生産されているが、羊、牛、豚など畜産業の方が高い比重を占めている。州の西部には20を超える鉛と亜鉛の鉱山があり、バルカン半島でも最大級の鉱脈が存在する。 濃密な信用樹林は、ドスパとスモリャン、デビンの林業を支えている。スモリャンでは、農業機械を生産する大工場があり、ネデリのズラトグラとマダン、ルドゼムでは、繊維工業が盛んである。マダンには、化学ゴム工場もある。今日、観光は、州の経済の基幹となっており、特に冬季にはチェッペラレ、およびチェッペラレシ、パンポロボは、 素晴らしいスキーリゾート地となる。チェッペラレにあるスキー施設を運営している会社は400人を雇っている。また、デビン及びデビンシベデンの泉は観光地になっている。美しい手付け数の自然が残る、渓谷、洞窟は国内外の多くの観光客を引きつけている。スモリアン州の基礎自治体、ありがとうございます。